友達のお兄さんの映像を見て技を真似して一人で練習してました。もともとサッカーをやってたので、そういった技にも憧れがあって、自分もやりたいなっていうふうに思いました。一人ではもう1年半ぐらい一人で練習してました。フリースタイルフットボールをやって僕の人生で変わったことは、海外にもいろんな仲間ができたことです。もう生活の一部になってます。一番好きなことだと思います。2012年に出たレッドブルストリートスタイルでワールドチャンピオンになったことが、いろんなメディアに出るようにもなったりとか、またいろんなところでショーをさせてもらうようになったりとか、本当に活動の幅がすごく広がったのと、自分の生活リズムも大きく変わってきました。ダイナミックさが僕のスタイルだと思います。昔から日本はオリジナリティっていうところで世界を引っ張ってきたんですけど、まあ、若い子ももちろんスタイルがあって、で特に技術っていう面ではものすごい、ある人たちが揃ってるんで、まあ、盛り上がると思います。今回のトーナメントを振り返ると、本当に全てタフなバトルでした。こんなにかっこいいステージでやらせてもらう機会っていうのが本当に少ないので、楽しくプレーすることができました。レッドブルストリートスタイルワールドファイナルに向けて、もう本当これまで以上に努力を積み重ねて、しっかり楽しんで、フリースタイルの楽しさを世界のみんなに伝えていきたいと思います。